はい、どうもこまるわです。まず最初のコース、メイドインワリオ。はい、こちらのコースはマリメ2でメイドインワリオが楽しめるコースみたいです。やっていきましょうか。おっと、針が来て、下が時間制限か。で、こんな感じでミニゲームをクリアしていくと、結構すごいコースだね。ジャンプして、ジャンプして、ジャンプして、獲得する。だいたい5秒とかだよね、時間制限。あ、これはタイミングよくジャンプさせてなんかをゲットするのかな。やばい、時間制限あると見せかけてないのかな。下動いてないね。あ、ワンチャンだけど土管入ってみる。何もない。戻っていきましょうか。戻ってきた。ん、変わってないよ。あ、リセット土管ってこと。跳ねて、跳ねたあれ、落ちてこないんだけど、これは正解なのか。とりあえず、あ、わかった、下に落とすんじゃない。違うか、難しい。何すればいいんだ。あ、切り替わった。これでボムヘを倒すのか。あいつめっちゃかわいそう。一人で何してたんだろうな、あそこで。捕まったんだろうな、悪いマリオに。ボスだって。さあ、やっていきましょうか。あ、ジャンプして、いきなりのスピランか。やばい、これちょっと待って。行って行って行って、ジャンプして、ジャンプして、はいはい。やばいやばい、待って待って。はい、あ、くっそー、マジムカつく、マジムカつくんだけど。ジャンプし、死ぬ。さて皆さん、とりあえず来ました。ここ入っていくと、出てきた。はい、クリア、ありがとうございます。続いてのコース、時間内に素早く動け。はい、こちらのコースは素早く判断してクリアしていくコースみたいです。やっていきたいと思います。ゴー。判断か。あ、なるほどね、こういう、よいしょ、迷路系とかもあったりするのか。結構ね、定番なギミックを取り入れましたって書いてあった。ちゃんと10万円もゲットしておきましょう。さあ、次来た。ジャンプして、やっぱギミックだからアクション要素もあるんだね。ここでジャンプ、はい。でも難易度は簡単だね。これでジャンプして、ジャンプして、どんくらい難しくなるんだろう。こういうのってやっぱ中間地点取った後が難しいよね。左へ行きます。はい、ここもジャンプかな。ショージャンして、ジャンプして、やばい、なんかギリギリな予感がする。なんか時間見えてないの怖いね。いつ来るかわかんない。さあ、中間地点来ました。セーブ、難易度が上がるでしょう。わ、時間が出てきた。ジャンプして、ジャンプ、あ、追っかけてくる系か。こんな夢に出てきそうなことが起こる。さあ、次行きました。左行って、左行って、ぴょん、右行って、待って、どっち倒して。あ、今の判断遅かったかな。あ、でも結構間に合った。これだったら10万円ゲットできたかな。まあ、次行きましょうって思ったけど、やっぱ拾っちゃおう。拾いに戻ってきました。さあ、次行きましょうか。オッケー、入ってく。さっきだぞ。左行って、これ違う。じゃあ一番最後じゃない、これでしょう。うわ、違う、ちょっと待って、こっち行って、全部違う。何、左、はい、何、ここにいればいいってこと。ドア入っていいのかな。あ、こういうことか。なるほどね、あの場所へ移動したら切り替わるよってことか。ラン、走れ。だって行きます。コイン通りに行くよ。ゴー。いや、これ絶対難しいよね。ジャンプして、あ、でも意外とコイン通りに行くだけなら簡単かも。めっちゃ跳ねてたちょっと待って、そんなドッスンって上に行くモンスターだったっけ。あ、これ絶対間に合わない。もう僕分かるもん、この50万円を取らなくても間に合わない。もう余裕で行くよ。こっち行って、取ってないからね。余裕あるように見せかけて間に合わないよね。そして、はい、クリア、ありがとうございます。続いてのコース、光のアート展。はい、こちらのコースは闇と光でできた世界を見れるコースみたいです。やってみたいと思います。なんか上登っていったね。これジャンプしていいのかな。キラーだけが見えてる。何か始まるのかな。あ、壊れた。ちなみにこれオートスクロールのコースみたいです。じゃあ見ていきましょうか。光が左へ逸れていきましたね。真っ暗な世界がやってきました。時間とともに時が流れている。時間と時は一緒だけど。あ、右下になんか映ってる。落ちてきた。雨かな、これ。綺麗だね、垂れてきてる。こうやって新たな生命が宿っていくと。君臨してきたね。この後何か起こるのか。音がしたね。わー、なんかうにょうにょ落としてる。つらら？あ、さっきの氷、雨が氷になったのかな。違う、悪魔だ。完全に目と口になってますね。牙が見えております。てかマリオどこ行ったんだ。上に食べられちゃったのかな。もう闇の世界葬られたのかもしれない。まあマリオ結構な悪行を行ってたからな。クリボーを倒したり、クッパ倒したり。あ、これはなんだ、なんか何が出るかなとか。あの、ドゥルルルルルドゥドゥンみたいなランキング発表の時のやつみたいだね。くるくる回ってますね。さあ、次は何が来るんだ。誰かの消化液の中とかじゃないのこれ、体内の中みたいな。何これ、なんか発表みたいじゃん。すごー、花みたい。
なんかさ、折り紙とかでこういうの作れたりするよね。昔パックンチョみたいなの作ってた。バラみたいなのが咲いてますね。さあ来ました。残り200秒に差し掛かってきました。矢印、右へ進め、あなたは前へ進むんですよっていうことかな。入っていきましょう。さあ出てきました。あ、明かりが灯ってる。上に行っていいのかな。ジャンプして、やばい、マリオの効果音しかないんだけど。横行って、何この不吉な音楽。4 4、 いや違うな、三角形ピラミッドか。うわー、なんか呪いみたい。これなんかゼルダのマークっぽくない？すごい色が変わってる。でも綺麗だね。水中の中とかだとこういうの結構輝かしくない？さあ左へ逸れていってます。なんでオートスクロールなら右行ったり左行ったりするんだろう。あ、矢印が左になってる。え、じゃあさっきの場所どこだったんだ。左、じゃあ行ってみましょうか。入っていきました。さあ出てきました。おお、クリアした。はい、クリア、ありがとうございます。綺麗だった。続いてのコース、呪われた箱。はい、こちらのコースは呪われた箱の中に入っていくコースみたいです。やってみたいと思います。なんかね、 Y で進んでいくらしい。切り替えて箱の中入っちゃったね。それではやっていきましょうか。 Y で、あ、なるほどね、この剣で撃っていく感じかな。とりあえずお金を拾っておこうか。まあそんな無限に続く箱なんてないから、いつかは外出れるでしょう。あ、タイムアタックみたいな感じかな。早くクリアしていきましょうってことだと思う。これで連打して、はいはいはい、 OK、 入っていきます。さあ何でもかかってこい。これは倒して OK。 あ、もう一体か。はいはい、 OK。 うわ、まだか。はいはい、あ、くっそ、待って、これ死ぬしかない。いや結構難しいかも。でもこういう耐久系って楽しいよね。真ん中まずいましょうか。右、できるだけ近づいた方が詰まされないと思うんだ。左、右からの、左からの、あいつ後ろ向いてるんだけど、ナメプされてます。あ、でも鍵ゲットした。さあ行きましょうか。何でもかかってこいよ。あ、これ避ける系か。あー、来るのか。ちょっと待ってよ、これ取っておいて、左からの、右からの、左からの、右からの、左。いや、なんとか助けてもらった。今やばい鍵取ったよね、絶対。あのさ、仮面が襲ってくるやつ。さあ出てきました。これまだ攻撃が始まるのかな。入っていっていいかな。さあ、ここは難易度高いでしょう。おっと、右左、右左、アンダーテールじゃん、これも。いくよ、引きつけて、右左、右左、右右左、左右左、左右、やばい、タイミングが。はい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 、オッケー。もうちょっと難易度上がっていいよ。楽しくなってきましたね。 お金がある、ありがたい。これは何かコンビニで買っていこうか。おっと、クリアの雰囲気があるけど、わ、鍵が箱の中に入ってる。に眠っとけ。はい、クリア、ありがとうございます。